上ライブお疲れ様。すっごくかっこよかったよ。あ、桜舞うアダコーダイベからやってる路上ライブですね。それに最後、私が好きな曲歌ってくれたよね。めちゃめちゃファンサしてる。しかも逆にアイドルに。みのりが来てくれて嬉しかったから。その服、ランニングの途中だよね。いや全然私服じゃない。聞きに来てくれてありがとう。プロセカの限界？そんな言っちゃダメか。しかもしっかりファンサだった。ええ？え？ん？いちかちゃんの歌に夢中になっちゃって、ランニング中なの忘れてた。みのりちゃんのその手の仕草いいよね。いつもやってるやつ。このままじゃ今日のノルマ全部できないや。ごめんいちかちゃん、もう行くね。ノルマ？歌の感想、学校でたくさん話させてね。うん。早い、もう見えない。そんなに聞き入ってくれたんだ。頑張って歌ってよかったな。画面越しの YouTube ユーザーの皆さん、こんばんは、おっぴです。はい、イベントお疲れ様でした。確か前回のイベント告知の時に、僕はスマホもしくはカメラのチームどっち選ぶかって話になって、まあ、小羽ちゃんといえばカメラだから僕はカメラにしようかなとほざいてたんですが、なんだかんだスマホのがいいのかなみたいな感じでスマホに入った結果、3連敗。なぜ自分を信じなかったのか、原因はそこにあると思います。次のチアフルライブ全国大会では今回のようなミスを犯さないようにやっていきます。敗北の夜、ランキング1817位でした。2000位称号ありがとうございます。いや、なんかそこまでアップデート後のハイライト機能ってやつを理解してなかったんですけど、今回のイベントで完全に理解しました。各報酬が切り替わるランキングのボーダーがずっとわかるって感じなんですね。はちゃめちゃに助かりますね。これ、ここ見てると狙ってるランキング漏れないみたいなことですね。それでは今回なんですけど、イベントが終わった次の日なので、プロセカ次回イベント情報が更新される日で、レオニードはかくってたんですけど、まあ誰バナーかって話ですね。ご一緒に見ていくのと、その他いろいろと新しい情報出てますんで、そちらもご一緒に高動画で見ていこうかなと思います。もしよければ高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。おすすめからこちらの動画に、このチャンネルに来てくださった皆様も登録待ってます。現在僕動画見てくださってる方の中でチャンネル未登録が 72% ほどいますので、ぜひ登録ボタンを押してくださると幸いです。はい、予告イベント、導く勇気優しさを胸に開催について、1年と1ヶ月ぶりくらいの望月ほなみママバナーになっています。プロジェクト世界からフルステージフィーチャリング初音ミクをいつもご利用いただきましてありがとうございます。次回イベントについてご案内いたします。マラソンです。開催期間が2月10日の15時から18日の20時59分で、19日にはイベントが告知されて、2月20日からモアモアジャンプ箱イベ、その後は何かしら限定が挟まってワンダッシュのワールドリンクで、なんやかんやあって 3.5 周年カラフェスだと思います。というか毎回そんな感じです。タイプボーナスでクールタイプ、そしてキャラクターボーナスレオニード、メンバーボーナス星4ですね。導く決意、望月ほなみ、ゆっくりで大丈夫だから星の1か、どっちに賛成カイトさん。で、こちらクールタイプの工場ガチャ。まあ、パッと見た感じですね。クールタイプなんで、いちかちゃんのフェス弦、大体持ってる方はリーダーになるんじゃないのかなと。で、ガチャで弾けたらいちかちゃんフェス弦じゃなくて、ピックアップいちかちゃんっていう編成かな。明日2月10日15時よりイベント導く勇気優しさを胸にを開催。新藤よしきさんに問われた目指す音楽について考えるほなみ。しかしなかなか答えが出せず焦りを感じ始めてしまう。一方、進藤はソリスレコードの社長にレオニードの様子について尋ねられといったイベントに載っています。ほなみーちゃんがドラムを叩いています。それはいつもだな。このイラストですよ。前回なんか小羽ちゃんの可愛い混合イベントだったんですが、見た感じかっこいいレオニード見れるんじゃねえかっていう予想のできる特前イラストとなっています。楽しみにしていきましょう。はい、それでは編成の方組んでみたんで、ご一緒に見てくださると幸いです。レオニードクール編成ということで、先ほど言った通りいちかちゃんのフェス弦使います。で、僕はリーダーです。で、あとリゾネイトウィズユーだったりステージオブ世界の時かな、レオニクールタイプなんで、その辺の星音をぶち込んだ編成になっています。あとクールタイプはこんな感じで箱イベなんで、おっさん以下で組むことを全然できて、あー、限定のバレンタインだったりサンリオサキちゃんだったりもうクールタイプなんで、で星2だけでも組もうと思えば組めますっていう感じかな。僕はだいたいイベントオートライブとノラ潜るくらいしかやんないんですけど、さっきの編成はノラ潜る時で、オートライブの時はアキトくんの回数稼ぎたいんでクールタイプのアキトリーダーにして、あとレオニ星4みたいな編成、この2つの編成でいつも通りやっていきます。
はい、それでは他にもプロセカの新しい情報、いくつか出てるんでご一緒に紹介していこうかなと思います。まず3月開催予定のワールドリンクイベントのご案内ございます。こちらワンダショのワールドリンクイベントのお話で、どっかで動画で喋ってる気はするんですが、開催期間、だったりチャプターの順番お知らせの方で見ることができます。開催期間は3月8日から3月20日僕の誕生日4時間前まで。チャプター1が上白類、その次がねねちゃん、その次がエムちゃん、その次がつかさくんといった感じになっていて、これなんかX かどこかで見たんですが、2周年の限定覚えてますか？ルイくん、アキトくん、しずくさん、まふゆさん、あとほなみちゃんか、そこがチャプター1に選ばれてる説みたいな話がございまして、今のところね、今のところそうなんですけど、次5月にモアマージャンプワールドリンクがあって、レオニバチャシンとあると思うんですけど、その予想が当たっていれば次のモアマージャンプはしずくさんからスタートする、レオニはほなみちゃんからスタートする可能性がね出てきましたよね。確かにルイくん、アキトくん、まふゆさんから始まってるんでね、どうなんでしょうかといった感じです。他ワールドリンクのイベント詳細は今までと一緒ですね。うん、編成がちょっと難しいよっていう、属性ばらけなきゃみたいな話ですね。あとは、2月10日、今から9時間後ぐらいですね、宵崎かなでさんのハッピーバースデー来ます。はい、このイラスト、宵崎かなでさん何食べてるんだと思って見たら、なんかラーメンのお菓子でした。誕生日イラストで完食食ってる。こちらバースデーガチャ、そしてバーチャルライブございますんで、忘れずに参加していきましょう。2月9日11時頃に追加したコンテンツご案内です。まず難易度アペンド、バーチャルシンガーバージョンアナザーボーカル 2DMV についてご案内がされると。はい、アペンド心予報となっています。そしてバーチャルシンガーバージョントワイライトライト、アナザーボーカルグローの天間咲ちゃんと望月ほなみちゃんですね。あと 2DMV、 トワイライトライトの 2DMV が追加されたって話です。なんか2月9日たくさん追加されました。そしてラスト、楽曲世界を照らせテトラット追加。こちらがワンダーランドショータイムのワールドリンクイベント書き下ろし枠ですね。前回のセカマダハジス、あ、僕は世界はまだ始まってすらいないの略し方セカマダハジスらなんですけど、めちゃめちゃ気持ち悪いですよね。ワンダショのセカマダハジスら枠ですね。書き下ろしオスタープロジェクトさん、バチャシンは全員ですねって感じ。もう追加されました。15時なんで報酬からもらっていきましょう。あ、2000円称号クリスタル戦いただきます。そして世界を照らすテトラットももらっていこうと思います。 MV とか見る動画はまた後日撮っていこうと思うんで、そちらの動画を見てくださると幸いです。以上ですかね。結構駆け足でいろんな情報動画の方で取り上げましたが、まあ一番はレオニー書き下ろしの話ですね。ほなみちゃんが久々、まあ混合イベント含めたらジュンブラのイベントあったんですが、ぜひ皆様のほなみちゃんバナーに関しての感想とコメント欄に残してってくださると幸いです。高評価、チャンネル登録お待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。